株式会社ジャムジャムエクスプレスは東京都江戸川区に本社を置く日本のバス事業者高速バスジャンゲアムライナーの運行で知られる系列の旅行代理店日本ユース旅行が主催するツアーバスの乗り合い化を目指し設立されたこの項目では系列のバス事業者であった株式会社ジャムジャムエクスプレス関西についても記述する自社車両のほか 運行委託を受けた丹沢交通や新日本観光自動車、小物東部交通の車両で運行される便が存在する。当期には臨時便扱いで東北上越エリアのスキー場へ運行する路線が設定される。設立当初の自社発注車両は伊鈴川原で統一されていたが、後に日野セレガや三菱不装トラックバス製の車両も 自社発注で導入されるようになる。東海営業所には貸し切り専用車として、トヨタハイエースも在籍している。このほかツアーバス時代の運行事業者から引き継いだ車両も在籍している。特徴としては、独立3列シートや3列プラス4列コンビシート、トイレ付け車両が多い。2018年4月20日より、東京ディズニーシー大阪梅田、南波天王寺、 神戸三宮間の路線バスにバンホールアストロメガが投入された。高速ツアーバス末期頃より運行を受託していた各事業者のベースカラーに同社がジャンジョンライナーラインと称する共通デザインを施した新デザインを制定。新高速バス制度施行後は新車両の追加や運行会社の変更が行われたことから現在は車体塗装によって 座席グレードが区別される形となっている。ありがとうございます。